こんにちは、まりみちゃです。今回は素敵なアメリカンヴィンテージの雑貨と、アメリカン雑貨ですねをゲットしたのでご紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。まず、お買い物してきたお店はこちら LA デポさんですね。はい、とても素敵なお店でした。私が行ったのはね、近所のイオンモール、新しくできたイオンモールの中に入っているテナントと、あとね、地元の本店の方に行ってきたんですけれども、本店の方はね、倉庫みたいな感じ、すんごい寒かったんですけども、倉庫みたいな感じのお店でした。はい、また概要の方にネットショップもしているみたいなので、そちらの方、はい、URL 貼っておきますね。はい、大型家具とかね、アンティークとかヴィンテージの家具も、はい、置いてありました。ネットでも購入できるみたいです。はい、では早速ね、私が購入したものをご紹介していきたいと思います。ではスタート。まずね、イオンモールのテナントで購入したものですね、こちらになります。はい、ヴィンテージの新聞ですね。こちら1969年のものになります。の、7月23日水曜日ですねの新聞。すごい、何年前の新聞、50年ぐらい前ですかね。50年、すごい、なんかね、すごいウーマンズワールドオブフードいいなと思って、この見出しがすごくいいなと思ってこちらの方購入しました。で、これね、ちょっと分かれてるんですけども、これで1冊なんですね。で、1冊380円で販売してたんですよ。本当に普通の新聞の大きさ、ちょっと大きすぎて開くことできないんですけども、こんな感じで、すごいです、本当に。で、このね、広告の記事がすごく気に入って、はい、この購入してきました。かわいい、使うのね、もったいないんですけどね、これ、はい、なんと使っていきたいと思います。はい、それとですね、はい、こちら、これは、古い地図です。これはヒューストンですねの地図、でっかいの、こんな感じで、はい、でっかい地図です。これが540円で売ってたかな。すごいですよね。はい、これもちょっとね、何かに使っていきたいけど、もったいなくてちょっと切れない何かに使っていきたいと思います。あとこちら、はい、アイスバッグ、これは600円でした。大きなアイスバッグ、氷を入れるためのものだったんですかね。パーティーパックアイスカンパニー、ハードフローズンアイスキューブサイズ、硬いアイスがこれに入って売ってたんですかね。すごくかわいい。はい、こちらの方購入しました。これと、あとね、幼少2冊購入してきました。こちらで、これね、中に可愛くないですか。ここのお店は、仕入れてきたものをそのままの状態で販売してます。なので、中にこういう落書きとかちょっとの汚れとかね、そのまま残ってるんですよ。で、そこがいいなと思って購入してきました。これの本当決め手はね、この表紙、ここだけ。これは多分そんなに古くないんじゃないかなと思うんですけども、好きなとこなんでしょうね。線引きがしてあったりでしょうね。これナタリーシルクさんが持っていたものらしいです。こういうのはすごくいいなと思って購入しました。こちらの洋書と、こちら、これはもう本当に中の色ですね。これは800円ずつです。中の色がすごく本当にこう焼けてて、このまま何も加工せず使える感じがいいなと思って購入しました。はい、こ
この値段だったらもうガシガシ使えるなと思って、はい、こちらの洋書を購入しました。これだけが、そのイオンモールのテナントで購入したものになります。で、後日もう本店の方がね、よいしょ、ちょっと待ってね、まとめて、よいしょ、本店の方がこういうヴィンテージものがたくさん置いてありますよっていうことを教えていただいたので、後日、はい、本店の方に行ったんですよ。ちょっとそちらの方に行く用事もあったので、で購入してきたものがすごく素敵です。まずちょっといっぱい出てきちゃった、これはね2020年のものなので、別にヴィンテージとかアンティークのものではないんですけれども、このアリゾナのアンティークレジスターですね、要はカタログになるのかな、はい、もう Facebook とかインスタとかもこう紹介されてるんで、かなり新しいものですね。中がすごく素敵な感じなんですよ。でこちらの方購入してきました。これがいくらなのか値段が分かんないっていうね一冊いくらだったんだろうか、なんかもう本当値段もね全然分かんない、多分500円ぐらいじゃないかなと思うんですけど値段がなかなか分からない感じでしたね。これを2冊購入してきました。これは7月8月号で、こっちが3月4月号かですね。とても素敵です。はい、こちらのチケットですね、チケット、これがこんだけで330円です。これは多分現行品なのかなと思うんですけども、250カウントって書いて、色がね可愛いなと思ってこちらのチケット購入してきました。それとここでもね、地図を購入してきました。これがねすごく可愛いと思って、これ可愛くないですか。1861年から1865年、これは多分このその時代に出ていたものではなくて、その時代こんなんだったよっていうご紹介ですよね。でもハイウェイマーク、これは1961年のものですね。こんな可愛いハイウェイマップが1961年だから何年前の60年前でこんなに可愛いのってどうなの、これすごいカラフルなんですよ、すごく中もこんな感じ、いやー可愛い、ちょっと逆さまでごめんなさい、すごく好き。どこのだろうこれ、アラバマ州ですね、アラバマって書いてある、ここに、それとこれはカリフォルニアのイースタンカリフォルニアって書いてありますね、ゴーストタウンガイド、へえ面白い。これは何年って書いてあったかな、1860年の地図なのかな、なんかねでもそんなに古くはなさそうなんですよね。1860年のマップオブカリフォルニアだ、紹介ですかね、その当時のこんなんだよっていう、そんな感じがしますね。これ自体はそんなに古いものではないんだと思います、この冊子自体はね。でよいしょ、その当時はこんなんだったよっていう、よいしょ、1881年のイースタンカリフォルニアはこんな感じだよっていう地図ですね。すごく素敵、はい、まあ、このもの自体は新しく、そこまで新しくはなくてもまあまあ新しいものなんじゃないかなと思います。ラスベンワス、ネバダ、作ったところかな、すごく素敵だなと思ってこちらの方購入してきました。それと、はい、古いもので言うとこちらですかね、これは50年代の
ヴィンテージのスヌーピーになりの本になります。で、気になってちょっと開けてみちゃったんですけれども、これも1冊800円でしたね。なんかすごく貴重なものなんだろうなって思うと、高いのか安いのかちょっとあれなんですが、中がすごい可愛いの、ね、子供の落書きですかね。でちょっとなんかゴミとか入っちゃってるんですけど、このね質感がなんとなくこうワックスペーパーっぽいっていうか、パリパリしてる、中がオレンジ色で、こんな感じ、音がねすごくいいですよね。こちらとこれ、Be My Valentineチャーリーブラウン、かわいいな。あ、ちなみにこのバレンタインも800円です。なんかねたくさんこのヴィンテージのものが入りましたっていう感じで書いてありましたね。あ、なんかもうピンクなんですよ、かわいくないですか。かわいいこのページ、かわいいですね。あのちょっとバラして使おうかなと思ったんですけれども、しばらくはバラせないですね。ちょっとかわいい、はい、こちらと、多分後からここからは現行品かな、スタンプ、これ500円でした。女の子のスタンプ、なんかね消しゴムハンコっぽい感じがするけど違うのかな。なんか娘がこれがいい、この柄かわいいっていうので、はい、これ買ってきました。多分ね全部が手作りなんだと思います。これ上ニス塗ってある感じですね。はい、こちらのスタンプを購入しました。これとまだあります。よいしょ、はい、こちらもね現行品になるんですけれども、セキュリティエンベロープということで、中身の透けないセキュリティ封筒、495円税込みで55枚も入ってるんですよ。これこんなんですよっていう、よいしょ、あれもあったんですよ。なんだよ見本も置いてあって、それで購入してきたんですけれども、見てね、すごく使いやすそうだったので、よいしょ、はい、こんな感じの、結構ちっちゃいです。でテープもついてて、中がこんな感じ、中のものが透けない感じになってますね。こんな感じでね、これね真っ白なのがちょっとコラージュしたり反抗したりしても可愛いなと思って、こちらの方購入しました。55枚入ってるのでたっぷり使えそうですね。よいしょ。それと最後はヴィンテージの紙物になりますが、かなりの大物です。ちょっとこのようにドンと置いちゃいますね。はい、大物紹介の前にもう一個あった、こちらダクトテープ、これは普通の OPP テープだと思います。この柄が可愛くて購入してきました。可愛くないですかこれ、アスアラアラ、ん、なんて言うんだろう、これなんて言うんだったっけ、バンダナみたいなやつ出てこないはい、こちらの柄のこの色がね、色の色あったんですけど、この色可愛いなと思ってこの色購入してきました。はい、で本当に大物いきます。すごいの映りきらないかもしれない、こちらマスターズオブアメリカンレターツアーって書いて、あ、ライターツアーか、ボリューム1、2もあったんですよ。2もお迎えしようかなってすごく悩んだんですけども、大きい
いので、重たくて、まあ、車で行ってるんですが置く場所もないしなと思ってワンだけ購入してきました。表面は布張り、背表紙こんな感じで、すごくいい感じですよね。裏はこんな感じ、この大きさで1500円、もうすごいね、破格なんですよね。全部ちょっと中見てみましょう。はい、まず分かりますかね、手書きの字が書いてあるんですよ。でね、あの本当消さずに全部売ってる感じ。ここは和紙ですね。でこれが結構古くって1949年のものですね。1949年、何年前、また電卓、72年前の本になります。あのすごくページは薄いですね。何の本なんだかは分かんないですなんか息子に聞いても分からんって言ってましたけども、うん、何の本なんだろう。目次があって、これね結構こうすごいいっぱいこう書き込みがしてあるの分かりますかね。ちょっとアップにしようか。結構ねこういう風に書き込みが結構あって、この書き込み自体はね新しい感じがします。ピンクで書いてあるので、何しろこの辺とかね、よいしょ、この辺とかも結構書き込みがあって、すごいいっぱい書き込みあるの。これがすごく面白いなと思って購入しました。こんな感じ、教科書的なものなんでしょうかね。あのテキストっていうか、そのたくさんねこの書き込みが本当にいっぱいあるの。ライン引きとかこことかね、すごいたくさん書き込みしてある。テキストなのかな、めっちゃ勉強してあるんですよね。ほらこことかね、楽しい。ワンダフル、わかんない、ワンダフルだけは読めたけどわかんない。向こうの人の字がね、あのすごくやっぱりサラサラっと書かれてわかんないですね。もうすごく勉強される方が、あのガツガツ使っていこうと思ってます。あ、ここすごい、ここすごい、わかります、もうすごいいっぱい書いてある。めっちゃ勉強してんじゃん、えらいな。はい、こんな感じですね。うん、はい、っていうような感じの洋書を購入しました。ちょっと大きい、ここにドンと置いちゃおうか。はい、こちらのね LA デポさんには、あのこの他にも本当にいつのだろうっていうようなアルバムですね、写真が挟まったままのアルバムが結構高かったんですけど売ってたりとか、あと引き出し、それも1万6000円ぐらいだったかな、カード用の引き出しの中にカードが入ってるんですけども、そこにもう手書きのカードがびっしり、住所録みたいなのがねびっしり入ったまま売ってたりとか、あとは本当に古いトランクとか本当にいっぱい置いてありました。あのすごくちょっと不気味なでも楽しいお店でしたね。もうアンティークな家具とかも本当いっぱい置いてあって、あと私欲しいなと思ったのは切手が、あの100円ショップのこのくらいの透明な箱にガサーって入ってるのがあったんですよ。切手ブックとかも一緒にね、でもそれも1万5、6000円くらいだったかな。ちょっとその時はちょっと手が出なくて買わなかったんですけども、あと大きな机が置いてあって、それはちょっといつの日かゲットしたいなと思ってるんですけども、はい、あの夢ですねはい、購入してきたものは以上になります。インスタグラム、ツイッターしております。ゆるく更新しております、はい、
気軽に遊びに来てください。概要欄にお知らせの方あります。チャンネル登録、高評価していただけたら嬉しいです。コメントもお待ちしております。では最後までご視聴いただきありがとうございました。